アトリエワンは日本の建築家ユニットで1992年に結成された。個人住宅を中心に建築、デザイン活動を行っているが、他にも都市空間フィールドワークや美術展の活動などもしている。アトリエワイのワンは数のワンではなくワンという犬の吠え声である。だから例えばこれを英語表記すればアトリエボーワウ。 中文表記すれば、犬吠え工作室となり、言語によって表記が異なってくる。建築評論家の飯島洋一によって、ユニット派の一員として批判的に評され、その後、アトリエワンといえばユニット派、という風うに見られるようになった。しかし、党の本人たちや、同じく建築評論家のイガラシュやライターの長江、明は、的確でないとして否定的に、 飯島の論を見ている。チームメイドイン東京を結成し、その1996年からの成果をウェブサイトで発表、2001年に鹿島出版会からメイドイン東京を出版した。これは東京をフィールドワーク観察するものであり、そこで発見した効率、実利に変調した独特で奇妙な建築を集めている。また、 東京工業大学塚本研究室とのプロジェクトでペットアーキテクチャーという用語を提唱している。これは東京の建物と建物の隙間などに建てられた犬小屋以上うさぎ小屋以下の建築のことでプロジェクトで積極的に観察を行っている。この成果は2000年10月の展覧会での発表を経て2001年にワールドフォトプレスから ペットアーキテクチャーガイドブックとしてまとめられた。このようにアトリエ1は土木建築を含めた無名の建築にも着目し、有名な建築と同等に、それを自らの建築に活かしているのが一つの特徴と言える。ルイジアナ近代美術館での展示作品以外,以外にも協調物がある。ありがとうございます。